こんにちは、キョルチャ JP です。前回に引き続き今回もこのスペシャルブレイブインボックスの充電池をレビューしていきたいと思います。前回の動画で開封までしましたので今回は充電池を一本一本見ていきたいと思います。まずはガブティラですね。このようにとにかく綺麗ですね。充電池自体の色はクリアの成型色にラメが散りばめられているようなそんな素材になってます。ほんのりと向こう側が見えるようなそんな感じですね。まず大きな違いとしてはここの赤の部分がメタリック塗装になっています。こっちだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、後ろこっちから見ると僕の手が映ってるのが分かりますか。これだけでとても高級感あふれる感じになってますね。そしてここの三角のガブティラのマークがホログラムシールに変わってます。こういうところも変わっててちょっと嬉しいですね。そして中のプレートは基本的には普通の充電池と変わらないようです。ピン配列も同じですね。先ほどお見せしましたが裏面はメタリック塗装にガブティラと文字が入ってます。次に3番のステゴッチですね。これもクリアラメ素材にメタリックのブルーで塗装がされてます。いやブルー綺麗ですね。そしてここの三角形のマークのところもホログラムシールになってます。中のプレートは同じですね。ピン配列も普通のステゴッチと一緒。あ、綺麗ですね。青やっぱ裏面はそのメタリック塗装の分が広いのでとっても綺麗。そして最後5番のドリケラです。これもピンクが鮮やかですね。これも前の2本と同じようにホログラムシールに変わっててメタリック塗装ですね。ピン配列も一緒。広範囲にピンクのメタリックで塗装されていてドリケラと文字が入ってます。こう並べるとどれも綺麗ですね。もう綺麗としか言いようがないんですけど、とにかく輝いてます。いやーこれは買ってよかったですね。ということで各充電池を詳細に見てきました。次回の動画ではご要望が多かった通常の充電池との比較をしてみたいと思います。